2024年、皆さん、明けました。明けました。こっち見てるね。じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうね、2023年、うん、本当私たちにとってね、大きな出来事といえば、はい、はい、この子が誕生してくれました。カノンの誕生。イエーイ。ブン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 。まるで半年ですよ。ね、あっという間に時間が過ぎますね。うん、その時間とともにね、ヘビ君もこんな立派なお兄ちゃんに成長してくれてます。ね、ありがとう。いいぞ。なんか言って。照れるわ。照れるわ。けどもね、いっぱいヘビ君もね、ライブとか出たり、うん、キッズコアも頑張ったりね、うん、しっかり、頑張ってくれております。さあ、今年なんですけどね、2024年、はい、あの目標をね、いろいろ立てたいなと、うん、ここでいろいろ宣言したいなとかね、思うんですけど、何かありますか？そうですね、七色としてはやっぱり私はね、事務、はい、の作業が多い中で、はい、プラスアルファ、キッズクワイヤーのこと、ケンシークワイヤーのこと、そしてね、今習字教室もちょこちょこやってますけど、いろんなね、そういう関わり合いのある子どもたち含め、保護者含め、いろんな方とのね、縁を大事に、いろんな人との絡みをね、もっともっとしていきたいなと思っております。いいことですな、はい、いや、本当に素晴らしいと思います。うん、私ね、あの2023年ね、本当我慢の年だったなと、まだまだ振り返ったら甘かったのかなと思っております。だからもう今年はね、じゃんじゃん皆さんの前とか出ていきながら、もう少しアグレッシブに、体に気をつけながら、家族のことを大事にしながらね、本当ルーティンをちゃんと持てばいろいろできるので、ちゃんと作れば、はい、ですよね、私らしく生きていきたいなと、頑張っていきたいなとこのね、子たちのためにも、頑張っていきたいなと思うので、皆さん本当に皆さんの協力が必要なんで、これからも応援よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。ね、ゴスペルもね、新体制になって、新たなメンバーも入ってきてますし、いろんなね、大きな会場ありがたいことにね、そうですね、お声掛けいただいて、いや本当ありがたいよね、だから今年、KCC もね、明るく楽しい、歌で皆さんの、ね、心元気にしていきたいと思うので、新しくね、私も入りようって言って、メンバーに入りたい人はね、随時募集してますよ。はい、はい、ぜひぜひお声かけください。もちろんキッズクワイアもね、はい、リーダーなんで、みんな待ってるよって言われて、みんな待ってるよ、待ってるよ、ね、あ、さて、2024年なんですけど、ひびっくん、何か目標ありますか？皆さんに伝えてよ。ある。ある。よし、うん、言ってみよう。みんなの、2023年の時話とか、ね、全然聞き取れなかったから、今年は聞けるように頑張る。お、いいことじゃん。考えたね。また照れるよ。話をよく聞ける一年にしたいんだね。うん。あのちゃんは？おしゃべりができるようになります。そして、走るぞ。そんな私たち、どうか2024年も皆さん仲良くしてね。よろしく。よろしく。